じゃん。いただきます。道の駅清里に着きました。今回前回の課題として下が汚れないようにね、養生マット敷きたいっていう話をしてたんですけども、給料日が20日なので20日を過ぎたら買いたいなというふうに思います。おそらく次回は養生マット敷いたところをお見せできるかなと思います。今日はね仕方ない、前回と同じ感じで北海道でも使っていたこれをね敷きます。下にとても重要なものを忘れてしまいまして、はかりですね。仕方ない。でこのメスティンはメモリがあって、これ1号とか2号のメモリではなくてマックスっていうのが1リットル入るらしいです。でミニって書いてある、まあ MIN って書いてあるところはこれ500ミリリットルみたいなので、1号は 180cc180ミリリットルなので、この半分よりちょっと下ぐらい、そんな目安かなと思います。これがね、これがだから 500ml ですね。まあ目分量でやりましょう、仕方ない。どれぐらいだろう、こんなもんかな。もうめんつゆ、めんつゆ、家で切ってきました。ごぼうと人参ですね。おもむろにパラパラパラ、缶詰の焼き鳥ですね。こういうのはね地味に美味しいんですよね。こう入れちゃいますね。ちょっとこれ美味しそう、焼き鳥。これは全部は使いません。一つはノンアルのつまみにします。生姜は適当に多めに入れときましょう。どうだろう、水水分が、水つゆ気持ちもうちょっと入れとこうか、なんとなくね。ここがね熱くない状態の時に使ってくれってことなので、沸かす場合の蓋はこっちを使います。おそらく吹きこぼれる可能性もありますので、真ん中に置いて、強火で10分、まあ、8分ですね、8分ぐらいですね。で次に中火、中火もうちょっと弱火ぐらいで8分、で蒸らしで、まあ、8分から10分ではいきます。今回もノンアルですけども、おこれ結構デコボコしてる、これほら珍しくないですか、こんなデコボコしてる。まあいただきましょう。うん、美味しい。うん、
いいね。おいしいよ。ここにね、こうやっとこうか。そうすると温まるんじゃないかな。湯気が出始めてますね。ここ10分経ちましたので、少しね、火加減を中ぐらいにします。立ってみましょう。あ、おお、湯気がちょっと出てるよ。少しだけ温まってる。チリチリは言わなかったのですけど、時間もね、ちゃんと測ってなかったんで不安ではありますけど、ここでスイッチを切ります。よいしょ。これでまた10分、これはちゃんと測ります。待ちます。蒸らし10分経ちました。緊張の瞬間いきます。じゃん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 。お、ちょっと待って、ちょうどいいんじゃないっすか、ひょっとして。じゃあ下ろします、下に。あ、ちょうどよかったです。これ真面目に食べてみますね。あ、おいしい。おいしい。めんつゆとだし入れたつもりではありますけど、すごいいい、美味しいんですけどね。入れたつもりでもあれですね、やや薄味になるんですね。完食しました。ごちそうさまでした。美味しかったです。今日はそんなにね、寒くない感じがします。富士山の麓の小事故の時はね、ものすごい寒かったんですけど、今夜の10時半ぐらいですね。送迎の仕事をしていて思うんですけど、いろんなね、家に行くんですよ。自分がどうしたいのかってやっぱ考えますよね。まあ私はやっぱ家が欲しいなって思いますよね。家族もいなくて、まあ、独身で一人なんですけど、ということで眠くなりました。道の駅清里、広場になってますね、目の前がね。でその隣にこう駐車場がありますね。まだ午前7時なんでオープンはしてないです。駐車場が結構広くて、あそこにもありましたね。私はこことはね、全然反対側のあっち側に停めたんですけど、あそこの駐車場の方が良かったかもしれないですね。目の前に水場がありますからね。
とても素敵なところですね。でここでランチも食べれるようです。それではお湯沸かしましょうか。今の気温2度です。そこまでね寒くはないんですけども、これ着ないとね、ちょっと寒いかなという感じです。これはお湯沸くのがね早いです。火力がね強いんだと思うんですけども、これから早いといいですよね。キーは前回も飲みました AGF ちょっと贅沢なコーヒー店。深呼吸してもう一頑張り。これね、仕事する人の、まあ、気持ちをねよく考えてますね、これ。よいしょ。ではいただきます。ああ、いいっすね。ああ、おいしい。それでは朝食を作っていこうと思うんですけども、使う食材はパスタ、短いやつですね。で4分で茹で上がります。サバ缶、これね日本のサバを使ってます。お、港町八戸の工場で製造。美味しそう、いかにもね、はい、国内産サバを使用し醤油ダレで味付けをしました。あー、これはいいですね。はい、とパルメザン、チーズ、カットトマトで、コンソメ、コンソメ、塩に胡椒ということで作っていきたいと思います。朝はねパン食べたいんですよ、本当はね、本当はね。でもパンをね焼くやつ、まあホットサン、電気ホットサンドメーカー、若干金額が張るので、これもまあ給料が入ってからできれば欲しいなというふうには思ってます。って言ってもね、今回入る給料はまあ少ない。あ、おっとっと、ちょっとまだ暑かった。危ないですよ、気をつけないと。これやっちゃったね。これ多分ね、このメスティンの下の底についてたシールを剥がしてなかったっぽいんだ。多分ここにねシール貼ってあって、お決まりのよくやるパターンですね、私のね、はい、ダメなやつです。まずはカットトマト、デルモンテ完熟トマト。最近缶、あ、これハサミで切らないといけない、ひょっとして。ちょっとねハサミ持ってきてないよ。缶じゃなくてすごいラッキーと思ったら、もしや、ちょっと待って、ハサミ、あ、ちょっと待って、ハサミ不要で、すいません、いけるそうです。すごいっす。あ、いけた。あ、すごい、ここ切れる。危ない危ない、これでハサミなかったらとんでもないことになる。これね溢れるそう。はい、大丈夫ですね、ちゃんと切ってありました。これを持った贅沢ですけど、丸ごと入れちゃいましょう。はい、贅沢です、贅沢な朝食です。これはこれを途中微妙に残してもね、それはそれで水を適当で、ちょっとこれでトマト缶入れすぎたかもしれないです。お考えるとどれぐらい、これ
てみようかな。沸騰するのを待ちます。今ここの空いてるところに足をね入れているんですけど、足を入れてて思うのが冷たいですね。やっぱりこっちの下って地面により近いから、下から多分ねこうまあ冷気というかそういうものは伝わってきますね。本当はこの下にねマットみたいなものを敷いておけば比較的暖かいかなっていうふうに思いますね。床暖房みたいなものがあるといいですけどね。はい、余談ですけども、はい、ぼちぼち沸騰してきましたよ。はい、ちょうど、ちょうどではない、少し斜めに水分量がひょっとしたらね足りないかもしれないですけど、いけるのかいけないのかよくわかんない水滴が跳ねそうなんでちゃんと蓋しておきましょうか。 OK、 ちょっと気になりますね。時間になりましたけども、あれですね、早いな。だけど良さそうだけど、ちょっとまだおそらく完成してるっぽいですね。水分がちょうどなくなるぐらいまでもうやっていいかなと。サバ缶をそういえば今のうちに入れておきましょうね。この水分も入れちゃいます。丸ごとサバ缶。今日、入れちゃったよ全部。美味しいんかな、いいんですかね。もういいんじゃない。に弱くします。多分ね、美味しいと思うんですけど、全然塩軽くちょっと入れて、胡椒もピリッと、火を止めます。最後にパルメザンをたっぷり。サバ缶トマトパスタ完成です。食べてみましょう。あ、美味しい。サバね。ではパスタを。いろんな味がミックスして、ちょっと待って、うまく言えない味ですね、これは。サバ缶とトマトと、サバ缶の味とトマト味がまあミックスされて当たり前ですけど、なんていうんですかね、食べたことないような味ですね、これは。もう
うちょっとコンソメをね全体的に入れてた方が良かったかもしれないです。全体を調整する味がね足りないかなっていう感じですね。あの料理に対してコンソメが少なかったかな。今ちょっと追加で入れてしまいましょう。多分コンソメが全体的に追加されてるとより美味しいんじゃないかなっていう印象です。これはあ、いい味になりました。うん、美味しいです。うん、なんだ、防災北斗です。消防の中からお知らせ何でしょうか。空気が乾燥します。これ事前に収録してるんですかね、してないんですかね。今日日曜日ですよ。収録してないんだとしたらもう本当お疲れ様ですよね。これお酒飲みながらだとより美味しいかもしれない。これを例えばサバ缶をねこうでつまみながらお酒飲んで、でパスタも食べながらっていう感じでやるとすごい食事方法を、アドバイス してしまいました。はい、ちょっとこうトマトがいろんなとこに飛び散ってて汚いですけども完食しました。美味しかったです。ごちそうさまでした。新感美味しそう。直売所でですね、いくつか買いました。ちょっと贅沢な品物ですけど、蜂蜜バター、これが690円ぐらいですね。で、干し柿430円です。赤根大根、野菜、これでなんと130円。中村紀美さんという方が作られている大根です。やはりね、無料で泊まらさせていただいてますので、その分やはり何かこう買わなければいけないと思いましてですね、買いました。干し柿は早速今食べてみようと思います。おお、でかいですよ。ではいただきます。懐かしい。あ、これ美味しいです。柿を丸ごと干して、あと何やってるんですかね、砂糖かなんかまぶしてるのか分かんない。あ、これ美味しいですね。懐かしい、久々に食べた。これもう数十年ぶりに食べた気がします。はい、あ、美味しい。これはね、お金払ってでも食べる価値ありますね。今道の駅を出まして、ここから26キロ先にある温泉に行きたいと思います。今標高が1300メートルぐらいだそうですけども、ここ清里ラインという141号になりますけども、ずっと行くと柵とか小諸に抜けられるそうです。通常はね、佐久小諸に行こうとすると群馬の高崎側を回ってね、
少しぐるっと回るような感じになるんですけど、ここだと埼玉の上を、まあ、突っ切って山を突っ切ってで長野県に入るみたいな、そんな道っぽいですね。あ、ほら小諸、佐久まで46キロ、小諸も16キロですね。温泉行く途中にテントが見えたんで、あれキャンプ場と思ったら、ここは立岩湖という小さなね湖ですね。これね、ワカサギ釣りをしてます。南愛木温泉滝見の湯、ここは長野県の佐久郡になりますね。JAF 会員だとそもそも入浴料が安いんですよ。500円なんですけど、さらに100円割引で400円になりますね。温泉施設の反対側に来ました。ちょうどね、秩父呂から滝が見えたんですけど、ここは滝が有名なんですよね。あそこから下に下れるみたいなんで行ってみましょう。滝の名前、犬頃の滝なんですかね。ワンちゃんが好きな滝なんでしょうか。よっ、今9度ぐらいあるんでかなり暖かいんで、思わずね、今半袖なんですよ実は。おー、いいですね、迫力がある。ほい、おー、この辺は雪ががっつり残ってるんで、凍ってるわけじゃないから。これ千曲川でした。千曲川の相当上流の方かなと思いますね、ここは。